はい。皆さん、こんにちは。ワンダリゲルビーチです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッションの8からになります。米海軍第3艦隊司令、マイケル・ボールドウィン少将が指揮する艦隊に挑む。水上艦、潜水艦の混成部隊ということなので、本格的な敵艦隊との戦いということになりそうです。南シナ海。敵艦は、先ほどご紹介した通り、水上艦、潜水艦が入り混じった艦隊ですね。命中率は魚雷の精度、深度差、探知情報の正確さによって変わってくるということなので、対水上艦専用の魚雷、対潜水艦専用の魚雷、これをうまく使い分けようということになっています。で、さらにですね、対水上艦専用のハープンのミサイル、これも搭載できるようになってますので、持っていきたいと思います。ハープンのミサイル、これを、じゃあ、8本ほど持っていきましょうか。このハープンミサイルに関してはですね、深度が100メートルより深くなってしまうと発射ができなくなるというのが注意点としてあるので、使うタイミング、シチュエーションは限られてくるんですが、非常に強力なので、8本持っていきます。あとは、対水上艦専用のマーク4、8魚雷。これも、14本。そして、対潜水艦専用のマーク5、0。この魚雷も14本持っていきます。で、残っているのが、マークの4、6の魚雷で埋めましょう。こんなところですかね。あとは一応、デコイも持っていって、この編成でいきましょう。ちょっとレベルアップするには、ポイントが足りないので、今回はレベルアップなしで挑みます。ちなみにですね、艦の運動性能はレベル5まで上げています。発見率、これに関してはレベルの4。そして、弾薬の種類ですね。これハープンのミサイルが欲しかったので、レベル5まで上げてあります。で、あとは静粛性。これがレベル4。そして、装填時間。これもレベル4です。同時発射数。これはレベル4に上げています。なので4本同時に撃てるような形ですね。あとは命中率、これを今後上げていきたいんですが、今はレベル4というところです。では、出撃です。優先的に上げていきたいのはやっぱり装填時間、命中率、あとは艦運動性能。このあたりはね、優先度を高く上げていきたいと思います。では、まずはボトムについて、いきなり敵艦がいるな。ボトムが80と浅いので、このまま、敵が寄ってくるのを待ちましょう。まだ敵艦もこちらの動きには気づいてないと思う。魚雷の射程範囲に入ったら魚雷を撃ちます。続いてますね。水上艦らしき艦影が続いているのが見えます。ではまずは魚雷を撃ちましょう。潜水艦だと思うので、潜水艦用のマーク58、マーク50ですね。これを打ちます。まずこれが当たるかどうか。敵は耐水ヘリを出してきましたね。そしたら、こちらはですね、マーク46の魚雷。これを、右上に見えている、沈没船にまずは当てて、そこに隠れましょう。こちらの魚雷は命中しましたね。オクラホマシティ撃沈です。幸先は悪くない。そうなるとこちらはですね、あの潜水、沈没船のところに隠れるというミッションに移りましょう。さあ、ここで敵艦が迫ってくるのを待ちます。じっと身を潜めて待ちましょう。発見されたかな？発見されてますね。
そしたら、魚雷撃ちます。対水上管制用のマーク48の魚雷。これを1番艦、2番艦より発射。アクティブも放ちました。撃ったら敵にも攻撃態勢に入っている状態なので、一旦離脱します。命中。フリゲート艦 SW グローブス撃沈です。そしたらまたこの撃沈したこのノイズの中に入ってしまいます。これによってね、一旦敵の攻撃をかいくぐろうということですね。さあ敵の後ろにつきつつあります。まず魚雷を撃ってから敵の耐水攻撃が来てますので急速離脱します。この繰り返しですよね。昨日はねちょっと距離が近いところに耐水弾が落ちたので一旦全速で逃げましょう。さらに敵は魚雷持ってきますね。ポリマーをかけて一気に逃走します。一旦身を隠しましょう。さあ敵の魚雷が迫ってます。これかわせるかな。かわさないと。食らった。まずは直撃。全体的にダメージが広がってしまっているので、一旦体勢の立て直しをします。さあ、敵の大型艦発見しますね。ちょっとハープンのミサイルを撃ってみましょう。敵の迎撃。これによってハープンが無効化されてますが、連発します。命中。撃沈です。レイテックガルフ、撃沈。では、その近くに敵の潜水艦がいますので、この潜水艦めがけていきます。マーク50の魚雷。これを優先弾で出します。魚雷出てます。かわされましたね。そしたら、続けて優先弾で魚雷を出します。敵の真横から魚雷が出ますね。これは直撃コースに入ってくれるんじゃないかな。入りましたね。撃沈です。攻撃型舷船、ルイベル。これを沈めてます。どっかに敵の機関がいると思うので、そこを探していきましょう。さあ、敵のいる位置がよく分かってない状態なんですが、ヘリが戻っていく方向に敵艦がいると思っていいと思うので、そのヘリの母艦をちょっと目指したいと思います。V ソナーが点在しているその先に赤い矢印発見。敵艦がいると思われます。速度を落としつつ、隠密性を高めて接近しましょう。ただ V ソナーがあるので、敵はもうすでにこちらを発見済みと見て良さそうですね。さらに耐水弾が来るので一旦回避運動に入ります。ハープンのミサイル発射。これが敵の機関でしたね。耐水弾外れてます。ハープンミサイル外れてます。ハープンのミサイル連続で撃ちます。命中。ミサイルフリゲート艦分にミサイル命中。ハープンのミサイルであれば撃沈できますね。ミッションはコンプリートです。もうちょっと
と敵艦多そうだったので沈めておくとポイントが多めにもらえたのかなという感じはします。ランク A ですね。ではもう一つミッションを行っておきたいと思います。ミッション8の次、ミッション9です。米海軍ジョージ・クルーガー大佐が指揮する艦隊、敵部隊は空母を中心とする航空兵力主体の編成ということは、対水上艦船用の魚雷、これを多めに持っていく必要がありそうですね。トラック諸島沖、敵は航空母艦を持っているということです。では出撃準備を行っていきましょう。敵は水上艦専用艦隊ということなので、マーク48の魚雷、これをちょっと多めに持っていって、逆にマーク50の魚雷は、極力減らします。ハープミサイル、これ強力なので行っていきます。で、命中率、これは上げたいので6万ポイント使ってでも上げましょう。で、残りはちょっと温存します。次、このステージクリア後にレベルを上げるために温存ということですね。ではまずはミッション画面に入りましたので、敵の母艦、空母がどこにいるかというのを探っていきたいと思いますので、ボトムについて確認していきます。右上の方には沈没船がありますね。攻撃型原船、ロサンゼルス級、メンフィス、これが確認されてますね。さらに同じくシンシナティ、2艦の潜水艦が前方に潜んでいるのを確認します。まずはこの邪魔な潜水艦を排除したいと思います。アクティブソナーを当てられたので敵がこちらを探知しましたね。こちらもアクティブを打ち返して魚雷が撃てる距離に詰めていきます。魚雷が撃てる距離に入ったら、魚雷を敵よりも先にまず1本撃ちましょう。マーク50の魚雷です。まあデコイ撃ってきて返してくる可能性が敵はありますが、まずこれ1本目撃って敵の動き確認していきます。アクティブ、デコイですね。デコイ、またメンフィス撃沈してます。そしたらこちらはですね、敵の魚雷回収ですよ。あれデコイかなと思ったんですけど、デコイじゃないのかな。いや、デコイですね。ホーミングはしてきませんので、ではもう一隻いるロスキューの源泉、これも邪魔なので排除しておきましょう。さあ敵は空母から航空機を発艦してきたんですね。ロスキューの源泉、魚雷命中、シンシナティ撃沈してます。ではその爆発のノイズの中を進んで、敵の目をかいくぐりつつ、空母に忍び寄っていきたいと思います。敵空母発見。ではまず挨拶代わりのハープミサイル。敵もここはすかさず、応戦してきますね。うわ、挟み撃ちだな。ここは一旦この爆発に紛れて身を隠します。ハーブミサイル命中、空母を護衛している巡洋艦、ベインブリッジに命中。いや、ハープミサイル強いですね。一発で確実に仕留めてくれるんで。では、この爆発の
状況に紛れてですね、さらに攻撃をしていきます。さあ、敵が一斉回答してきました。敵の後ろについていたんですが、また位置取りを変えなきゃいけないですね。ただこの魚雷の爆発のノイズを利用して、また敵の後ろにつくことができそうなので、短い距離からの魚雷、これでちょっと敵を仕留めましょう。まずは、敵の護衛艦から沈めていきましょうか。キティホーク、敵空母もいるんですが、撃てる距離についているんですけども、ここはですね、空母を丸裸にしてから仕留めましょう。もう一隻の敵の護衛艦、魚雷命中、対抗デロが撃沈です。これネームシップにもなってる艦ですね。対抗デロンが級と呼ばれるものがあるよ。では、敵空母キティホーク、これの撃沈を行っていきます。もう護衛艦のいない状態になっているので、ここからはですね、魚雷を浴びせていきます。1番艦、2番艦、3番艦、4番艦魚雷戦。魚雷の装填時間もね、レベル上げてるし、命中率もレベル上げてます。さあ、4本の魚雷出た。衝突コース、4本当てましたね。撃沈です。4号真横から打ち込みましたからね、いい感じで勝利できました。キティホーク級、タイコンデロンガ級、二巻の音文データ収集できましたね。はい。というわけで、今回はですね、本格的な敵空母との戦闘もありました。まあ、艦の性能をうまく上げていることによって難なく攻略できたかなと思います。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。